おはこんばんちは、ゆっくり霊夢です。キャンプは最高魔理沙だぜ。前回はラプソディインブルーを育てていました。いよいよラストランに向けて突っ走るぜ。新馬もデビューするのでお楽しみに。乞うご期待。それでは本編スタート。前回は新潟記念まで進めていました。最後の秋、果たしてタイトル獲得なるか注目であります。まずはスプリンターズステークスです。さすがに人気も落ちてきました。そんなの関係ねえ。その気概やよし。相手はブラックホーク、アグネスワールドです。おなじみだな。ここは落とせないぞ。受験くらい気合い入れてくわ。その気合は今使うな。レコードはトロットスターなのね。中野調教師とエビナさんね。この辺の年代は一芸持った馬が多いな。デヒア3区の東洋デヒアだ。父の呼び方が定まってなかったのかな。さあ3連覇目指すぞ。最内からスタート決めてくる。やるじゃないの。ここは当然先行で。あたぼうよ。最内枠からゴールへ一直線だぜ。前はユーアファルコンか。我がレッド軍団の前身ね。もうちょっとしたら一口で金が吹っ飛ぶ季節が到来だな。やだよまったく。ここはスローで進んでますな。チャンス到来。ここはクールに決めるぜ。そこだ。来ましたわ。持ち帰んな。肩脱臼しちゃって。よし、これでスプリンターズステークス3連覇。いや強い馬が強い競馬。あっぱれでしょ。すごいでしょ。しかし一瞬でも隙を見せたらダメなのかよ。スピードスターにリーチです。もうスピードスターでよくないか。贅沢言わないの。桜すみれさんくらい怖いな。それマルコの母や。後半へ続く。始まったばっかや。どうもありがとうございました。というわけでラストランのマイルチャンピオンシップです。衰えは技術でカバーしてきた。ここももらうぜ。相手はアグネスデジタルね。外ラチに向かって追えだな。白井最強。ここはさすがに人気が落ちてきてるわね。甘んじて受け入れよう。副兵は副兵らしい競馬をするまでよ。いつもと何か雰囲気が違うわね。楽しませてやるぜ、ラプソディインブルー。さあ最後の本馬場入場です。ジュランダルの兄、最強サンデーだ。名前が好きだったなー。黒い馬体に鮮やかな馬装が映えます。ラプソディインブルーです。ラストランで体感なりますかどうか。最後だってのに暴れてやがる。興奮してきたな。ここはまずまずのスタートね。よし、いいトラックちゃん。仲良しか。ブラックホークの前か後ろかという感じ。ここは馬群に入ったわね。より節約を狙ったバックの工事だな。しかしここから進出。おっとまだ早いぜ。さあ最後の直線。足は溜まった。来いラプソディインブルー。外から仕留めてやる。バカな。ここまでなのか。衰えには勝てなかったわね。痛恨の極みだぜ。でもまあ見せ場はあったじゃないの。見せ場で飯は食えんのじゃ。ひい桜すみれさんくらい怖いわよ。ネタを再利用するな。山勝スズランに負けたか。相手はうちより人気なかったんやろ。どうにかなったんやないか。ジョッキーズロードに出てくる調教師みたいな愚痴やめろ。さてと成績確認のコーナー。どれどれ。 G1 はいっぱい勝ちました。コナミ感出すな。ダ
ビーはどうにかなったよね。過去は捨てた。さ。5歳シーズンは振るわなかったな。集中力切れてましたね。からの6歳の快進撃よ。5号復活を証明したな。てかスプリンターズ4連覇だったわ。覚えておきなさいよ。というわけで引退です。現役は長かったのでポイントはまあまあうまいです。楽天パンダも大喜びね。いつもお世話になってます。3区に期待がかかるわね。パンダのか。違うわ。後半へ続く。というわけでお次は新馬生産です。待ってました。今回は饅頭で生産してみます。ほほう、そうきたか。お相手はビヨンドザシーです。生放送で生産した馬ね。名前はオリエンタルスタートしました。饅頭が海を越えて東洋の星へ。期待してもいいよね。ハイプレッシャーかけてくるな。もう覚悟を決めちゃって。能力は高いわね。実は一度育成したので手の内はわかっています。録画できてなかったから2回目なんだな。この PS2 実は神殿だぜ。そして世代を選べるようになりました。ライバルが選べるぞ。ここはタキオン世代にしました。ぶつけていくわね。だろ。成長タイプは早熟ね。ここは2歳から使い倒していくぞ。ビシバシ州。まずは北海道シリーズから。ラベンダー賞です。相手はダンツジャッジとアグネスソニックです。いつもの世代より新しくなった感じだわね。お楽しみください。ここはまくり気味に進出します。さすがにここは能力が違うわね。早熟だけあって即戦力ですわ。個人的に好きな早熟馬はサラトガデューキです。チャニングガールに騙されたのもいい思い出。ここはモノポライガーをちぎりました。続いてはクローバー賞です。距離延長でどう出ますかな。ここもアグネスソニックさんがいました。ここは一瞬のキレが発動。いい感じですね。次数はもう一文字欲しい。セクティエンペラさんをちぎりました。福島記念はなぜか印象に残っている。お次はデイリーハイです。相手はタイキリオンか、マルガイダスケか。ニュージーランドで穴開けた馬ね。大隅コスモ、ニッタサンヒボタンと伏兵も多彩だ。ファンタジーに出なさいよ。その選択肢もあったな。ここもアビリティ発動を狙っていくぜ。さあどうだ。ちょっと前が遠いかしらね。オリエンタルスターには関係ないぜ。さあ間からオリエンタルスター、こじ開けるぜ。アビリティは発動しないわね。ちょっと早すぎたわ。まあ仕方ない。ここも危なげなく解消だな。よしよし、ここまでは順調だ。このまま2歳女王、そして牝馬三冠を目指していくぜ。フラグ立ったところで今回はここまでです。私は今燃えている。チャンネル登録もお願いいたします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。オークスはパーソナルハイとルージュエバイユを買います。決して参考にしないように。